ビーグルエアクラフトは1960年から1969年にかけて活動したイギリスの航空機メーカーである。1960年にプレストスチールカンパニーの航空機事業部門を担う子会社としてブリティッシュエグゼクティブジェネラルアビエーションリミテッドブリティッシュエグゼクティブジェネラルアビエーションリミテッドビーグルはこのアクロニムである。 同じイギリスの航空機メーカーであったオースターエアークラフトと FG マイルズがそれぞれ買収され、子会社化されてビーグルオースター、ビーグルマイルズとなった。これら3社は当初、それぞれの元の事業所を拠点に別々に活動していたが、1962年に会社として統一されビーグルエアクラフトとなった。ビーグルエアクラフトではビーグル社の独自開発である B206 バセット、 オースターの開発した A61 テリア、A109 エアデール、ビーグルマイルズで開発された M218 といった機種の製造、販売を行った。ビーグル社の航空機の多くは、英国の犬の種類から取った愛称が付けられている。1965年になると、親会社のプレストスチールカンパニーは、ブリティッシュモーターコーポレーションに買収され、 ビーグルやクラフトは1966年から英国政府の管理下で活動を継続したが1969年には資金的に困難な状況となり再建できずに解散となった。この時、ビーグル社がスウェーデン軍から注文を受けて開発を進めていた B125 ブルドッグの生産は同じイギリスの航空機メーカーであるスコティッシュアビエーションに引き継がれた。ありがとうございます。